2010 FIFA ワールドカップアジア予選。2010 FIFA ワールドカップアジア予選は2007年10月8日から行われたアジア地域の 2010 FIFA ワールドカップ予選である。本大会出場枠 4.5 であり、全試合ホーム&アウェイ方式で行われた。予選に参加する国及び地域は、アジアサッカー連盟に加盟している46チームのうち参加辞退したラオスブルネイ・イリピンを除く43チームである。FIFA ワールドカップ各地域予選での本大会出場枠は、本大会での各大陸連盟出場国の成績によって増減する。ドイツ大会で1カ国もベスト16入り、=決勝トーナメント進出できなかったアジ勢は、今予選から本大会出場枠 4.5 から 3.5 に減らされる可能性があった。なお、ドイツ大会でベスト16を達成したオーストラリアは、2006年1月1日付でアジアサッカー連盟 AFC に転籍していが、2005年にオセアニア代表として、ドイツ大会への出場を決めていたため、同大会にはオセアニア代表として出場していた。そこで AFC は FIFA にドイツ大会ベスト16の成績を残したオーストラリアが AFC に転籍したことなどを訴え、FIFA ワールドカップ本大会 AFC 出場枠 4.5 枠の維持に成功した。なお、現 FIFA 会長ブラッターは、南アフリカ大会でのアフリカ勢の活躍次第で、ブラジル大会の出場枠を再検討することを示唆しており、アジア勢が南アフリカ大会で低迷すれば、出場枠が減らされる可能性があった。しかし最終的には、ブラジル W 杯でも、アジアの 4.5 枠は維持されることになった。予選は4つのラウンドに分けて行われる。予選のチーム分けは、直近のワールドカップ以降の成績に基づいて決定される。上位5チームは3次予選からの参加となり、6位以下の38チームは1次予選から本戦出場を目指す。1次予選の組み合わせ抽選は2007年8月6日に行われた。1次予選の勝利チーム19チームのうち、ランキング下位8チームは2次予選へ進出。ランキング上位11チームは3次予選へ進出する。2次予選には、1次予選勝利チームのランキング下位8チームが参加する。各チームは、ランキングに従い4つのグループに分けられ、ホーム&アウェイ方式で対戦を行う。そして各グループの勝利チームが3次予選へ進出する。3次予選には、シードである、ランキング上位5チーム、及び一次予選勝利チームのランキング上位11チームと二次予選に勝利した4チームが参加する。各チームは組み合わせ抽選会を経て4チームずつ5グループに分けられる。そして各グループでホーム&アウェイ方式の房当たりリーグ戦を行い、各グループ上位2チームの計10チームが最終予選に進出する。以下、国名に併記した FIFA ランキングは3次予選抽選が行われた2007年11月時点。イラク代表のホームゲームは、イラク国内ではなく、アラブ首長国連邦のドバイにて行われた。最終予選には、3次予選に勝利した10チームが参加する。各チームは5チームずつ2グループに分けられる。そして各グループで、ホーム&アウェイ方式の房当たりリーグ戦を行い、各グループ上位2チームの計4チームが、ワールドカップ出場権を獲得する。各グループ3位はアジア地区プレーオフへ進出する。4次予選両グループの3位チーム同士により AFC プレーオフを行う。ホーム&アウェイでの勝者がオセアニア予選1位のニュージーランドとの AFC、OFC プレーオフ、後日に進出する。アウェイゴール制度によりバーレーンが AFC、OFC プレーオフ進出を決めた。AFC プレーオフ勝者であるアジア5位チームがオセアニア予選1位のチームと対戦し、勝者がワールドカップ本戦出場権を獲得する。2試合合計1から0でニュージーランドがワールドカップ出場権を獲得した。サッカーのワールドカップ、南アフリカ大会のアジア3次予選及び最終予選で、北朝鮮対韓国戦が4試合行われたが、北朝鮮のホームの2試合は、平壌でなく、上海で行われた。北朝鮮では、北朝鮮と韓国の試合が18年ぶりに行われる予定であったが、北朝鮮側が韓国の国旗や国歌斉唱を自国民の前で行いたくないと、平壌での韓国国旗掲揚並びに国歌斉唱を拒否した。これに対し韓国側が国際試合の規定に従うべきだと反発し、FIFA に仲裁を要請。その後 FIFA は2008年3月7日、会場を第三国に移せば、韓国の国旗掲揚と国歌演奏が可能になるとして、試合を中国の上海で行うとする異例の措置を取ることを決め南北双方に通知、2008年3月26日に行われた3次予選の試合は上海で行われ、同様に2008年9月10日の最終予選の直接対決も上海でやれた。2試合とも無事に上海で行われたが、韓国国内ではこの決定についてFIFA が規定を守らなかった北朝鮮を処分することなく、開催地の変更を認めたことに対し、悪しき前例を作ったなどと批判する声も噴出した。なお、南北間のスポーツ交流においては、韓国側は北朝鮮の国旗や国歌の国内での使用を許可している。これに対し、北朝鮮が韓国の国旗や国歌を国内で披露した例は、現在まで一度もないとのこと。NHKBS ニュース2008年3月8日、放送分。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。